日本シリーズ連覇ならず。王者を破った楽天、4勝3敗。2013年の日本シリーズは球史に残る名勝負、そして球史に残るフィナーレになりました。さあ今歓喜の輪ができています。もう決まった瞬間は田中ももみくしゃで姿は見えませんでした。今指揮官と握手を交わした星野監督の目には涙が浮かんでいるか。さあ胴上げが始まるか。星野仙一監督、ああもう銀次が監督に抱きつくようにして涙を流しています。中日でも阪神でも成し遂げられなかった日本一、東証星野の夢が仙台で東北で叶いました。日本一の胴上げ、66歳、星野仙一監督、現役時代にも監督としても成し遂げられなかった日本一、この場所で叶えました。いや改めて工藤さん、はい、ものすごいゲリです。そして本当ね、はい、田中投手は伝説を作りましたし、はい、楽天はね、本当に多くの人たちに勇気を与えて、なんかそれがこういろいろあったものが全部今日ね夢が叶ったっていうなんか一瞬を、まあ、僕はこの場にいて見させてもらって、まあ、本当に良かったなと思いますね、はい、本当におめでとうございます。古田さんいかがでしょうか。そうですね、本当に優勝おめでとうございます。いや本当に多くの人のね気持ちもこもった、まあ、気持ちを乗せたといいますね、そういう優勝だったような気もしますね。そうですよ、ただもうね9回はもう田中が出てきたからね、我々解説チームも、ね、ちょっと見入ってしまいました、ね、いやもう本当にあんな、歴史的一瞬といいますか、そうですね、プロ野球もね約80年経つんですけど日本プロ野球、はい、まあ、ちょっとすごい瞬間に立ち会えたなという気がしますね。この後星野監督の声というのが聞けます。場内の皆さん